It's Saturday, 3 p.m. Got any plans? Or got nothing to do? How do you feel right now? Why don't we just chill out and hang out? Panasonic presents 音おかし。10月28日土曜日午後3時。皆さんいかがお過ごしでしょうか？アレキサンドロスのボーカルギター川上洋平です。さあ先週お知らせしましたプレゼント企画ですね、1名様にパナソニックの自動投入搭載縦型洗濯機&顔アタックゼロ1年分、あと4名様には顔アタックゼロ1年分ということで、合計5名の方にプレゼントさせていただきますという企画だったんですけど、もうね締め切りさせていただきましたが、たくさんのご応募ありがとうございました。ちょっとねスタッフとみんなで、エピソードを吟味したいと思いますので楽しみにしておいてください。当選者は、来週の放送で発表したいと思います。さあ本日の音おかしですがね、もう10月も終わりですよ。はい、10月といえばですね、あのアレキサンドロスのドラマー、リアド君がですね誕生日なんです。10月の25日ですね。この前誕生日をね盛大にお祝いしましたが、まあなんでしょうね、彼こそ本当に洗濯機欲しいんだろうなってぐらいね、もう一個。まあ家族いますから、大家族ですからね彼はね、本当に洗濯だから、それ本当一人で結構割と洗濯は回すんですよ。これが5人家族なんですけど、リアドはすごいと思いますよ。多分1日に2回回してんじゃないですかね、アイドルのコンサートかってぐらいね、そんな回し回しをしてると思うんですけどね。まあ、いろんなエピソードがあると思いますけど、もしかしてリアドのね、エピソードもあるかもしれませんけど。今週も私、川上洋平の今の気分で曲をセレクトしつつ、10月最終週の今日はファッションの話もお届けします。服は手に入れるだけじゃなくて手放す時もあるので、そんな質問にお答えしたいなと思います。This program is brought you by Panasonic.毎日洗濯機の乾燥機能を使いたいけど電気代が気になります。パナソニックの斜めドラム洗濯乾燥機はヒートポンプ方式とヒーター方式の2つ、電気代を抑えて効率よく乾燥させるならヒートポンプ方式がおすすめです。今こそ日々の節電でサステナブルな選択を。 Panasonic Panasonic presents 音おかし。They say an end can be a start. Feels like a barber is still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away.True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, we might be too spent on good time. You can give me your number. When it's all over, I'll let you know. アレキサンドロス川上洋平が東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお届けしている Panasonic Presents 音おかし、1曲目にお届けしたのはフェニックスで If I Ever Feel Better。 ファーストアルバムの United というですね、もう名作に、収録されている曲なんですが、まあ大好きなフェニックスのねこの United なんですけど、この曲ライブではですねかなり、激しいロックな雰囲気も出るので、この曲特にそうなんですけど、結構ねフェニックス、あ昔もっとロックな雰囲気もあったんだなっていうのを、ね、堪能できるアルバムだったりしますのでね、ぜひ聴いてください。おすすめです、本当かっこいいです。さあこんな感じでね、ちょっと今日は、ファッションの話を後でしますので、ちょっとおしゃれなロックの曲をねたくさんかけたいなと思っております。そんな続いてのアーティスト、まあこのアーティストも僕の中では割とおしゃれな気分にさせてくれるロックなバンドなのかなと思います。割と新曲ですかね。
送りした曲は The Vaccines で Heartbreak Kid。 正統派な、曲の構成だったりするんですけど、すごく爽快でかっこいい曲ですね。 The Vaccines はね、本当にいつもなんかこう軽快で、なんかこう心に残るリズムパターンをね作り出す素敵なロックバンドだなと思ってるんですけど、やっぱなんかどこかおしゃれな雰囲気を、醸し出してますよね。ちょっとフェニックスに、通ずる何かがあるなと思ってるんですけど、やっぱこの日本の曲をねこうチャートで聴いてると声がすごく近いんですよ。そう、それは国の違いなのかなと思って。でバックシーンズね、今聴いていただいたか分かんないんですけど、結構声が空間系のねエフェクトがかかってるじゃないですか、響くというか。それはなんかこうやっぱ聴いてる環境だったりとか、まあ、住んでるその土地柄もあるんでしょうけど、家は例えば石でできてたりとか、ね、日本は木造が多かったりするから、その響かないので、結構近めの響かない曲が合ってたりとかするっていうとこもね、やっぱり洋楽と邦楽の違いだったりもするのかなっていうのはね思ったりするんですけど、でもその雰囲気違うんだけど、その洋楽をねまた日本の、その木造の家だったりとかで聞くと、それはそれでまたね面白い違和感があったりするのでね、それが結構僕は好きだったりします。皆さんはどういう聴き方をしますでしょうか。さあ続いてお届けするエアーティストはこちらでございますが、多分音を貸して初めて書けるんじゃないかなと思いますけど、どうですかね、ちょっと後で調べてみますけど、僕ねこれある映画で、知ったんですけど、このね曲、アーティストは知ってたんですけど、この曲ほんとかっこよくて、でこの曲でフィーチャリングされてる方もね、すごくかっこいいんですよ。はい、I stand inside today at the edge of the future, and my dreams all fade away. I have burned my tomorrows, and I stand inside today at the edge of the future.And my dreams all fade away. お送りした曲はアンクルフィーチャリングイアン・アストバリューで Burn My Shadow。 昔ですね、ジュード・ロー、主演のレポメンっていう映画でですね、銃撃戦が出てくるんですけど、その銃撃戦で、登場する曲なんです、流れる曲なんですけど、もうめっちゃかっこよくて、当時その時ねインターネットとかあんまりこうなかった時代だったんですけど、めちゃめちゃ調べて出てきたのがアンクルのフィーチャリングアストバリューで、あ、アンクルだったんだと思って、そうかっこいい曲なんですよねこれね。ね、なんかそういうアクションシーンとかに合いそうじゃないですか。すっごいね好きで、たまに僕もね今でも聞くんですけど、この歌ってるイアン・アストバリーっていう方なんですけど、ザ・カルトというねイギリスのかっこいいロックバンドのボーカルさんなんですけど、このね何でしょう、声がポエティックというかね、歌なんだけどなんかこう詩を読んでるような語り口調な歌声がねすごい好きで、まさにこのアンクルといいコラボレーションできてるなと思った曲ですね、 Burn My Shadow。 このアンクルはですね、ちなみにレディヘッドのトム・ヨークとかをフィーチャリングした曲があったりとか、すごいねなんかちょっとだけ暗めな曲で、シリアスなサスペンスフルな雰囲気の曲が多いんですけど、だからケミカルブラザーズとかモービーはもうちょっと軽快なのに対して、アンクルはどっちかっていうと暗めだったりするので、あれ急に出てこない、そのマッシュバタックとかね好きな人とかは気に入ったりするんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん掘り下げていただければと思います。アンクルちょっとなんか久々にちょっと全部聞きたくなりましたね。はい、
さあというわけでね、今日はちょっとファッショナブルな方たちを紹介していきましたが、続いてはこのコーナー参りましょう。今日の選択。さあ普段はですね、皆さんから寄せられたリクエスト曲を私が選択するというコーナーですが、10月最終週の本日は、選択は選択でもお洗濯の方、ファッションの話をしたいと思います。さあというわけでね、メッセージを紹介しましょう。秋田県ラジオネーム七瀬さん。私は超ミニマリストなので、もともとオールシーズンで10着ほどしか服はないのですが、欲しい服ができたタイミングでときめかなくなった服はどれか処分して、10着以上服が増えないようにしています。おお、素敵ですね。洋平さんは職業柄たくさんの洋服を持っていらっしゃると思うのですが、洋平さんが服を買うタイミング、そして処分するタイミングはいつですか？また最近狙ってる服やアクセサリーなどはありますか？いや、七瀬さん素晴らしいですね。僕もミニマリストであると言いたいんですけど、やっぱそうなんですよ、職業柄というか、まあ服たくさん持ってて、これでも処分してる方だと思うんですけど、やっぱりまだありますね。自分の家にもあるし、事務所にもめちゃめちゃあるし、だから後輩のバンドがこの前たくさん持ってったらしいんですけどいただきましたありがとうございますみたいな写真だけ送られてきて、まあでも本当それぐらいしないと本当に置く場所困りますってぐらいあるんですよ。そうだからね、こういう10着以上服が増えないようにしているとかね、欲しい服ができたタイミングで、もう入れ替わりですよね。だからそういった感じで処分しているっていうのはね、僕は憧れですね。はい。なんかフランス人は10着しか服を持たないみたいな本がちょっと前にあったみたいなんですけど、それにちょっと近いのかな。僕も本当は衣装以外は何でしょう、家に本当に5着ぐらいいいのかなと思ってたりするんですけど、やっぱ僕の場合自分で衣装揃えるんですよね。だからその衣装が結局後々私服になるわけですよなんか私服落ちって呼んでるんですけど、それはメンバーの中で。だからね、結局服はねどんどん増えていく一方なんですよね。うん、ちょっといつかこうフリマでもやろうかなと思ってるんですけどね、はい最近狙ってる服やアクセサリーなどありますか？あのね、アクセサリーを実は僕はもう2年前に買ったブレスレット1個しか持ってないんですけど、アクセサリーに関しては、実はこの前ね、言ったかな、指輪を買ったんですよ。小指につけるピンキーリングっていうのかな、なんかね、よく行く服屋さんに行って、全然違うものを買って待ってる間に、あ、神さんアクセサリーとかご興味ありますって言われて、あー僕アクセサリーね興味ないんですよって言ったんですよ。まあまあそう言わずにみたいな感じで見せられたのがその指輪だったんですけど、その指輪がねまあかっこよくて、指輪なんて絶対いらないと思ってたんですけど、あれちょっといいかもなと思って、それはねレディースしかなかった、女性ものしかなかったから、まあ小指につけるしかなかったんだけど、小指につけた感じがすごい良かったんですよ。で、あっと思って、これいいかもなと思って、でその日が実は一粒万倍日的な日だったらしくて、今日ね赤嶺さんめちゃめちゃ買い物にはいい日なんですよなんてことも言われて買っちゃいましたね。いやいや、はい、僕の大好きなノエル・ギャラガーがですね、実は小指にでっかいルビーの、ルビーなのか分かんないですけど、なんか指輪つけてるんですよ。ギター弾きにくくないのかなって思いながら見てたんですけど、なんかその左手だから、まあ、弦をね押さえる指ではあったりするんですけど、だから写真とかに写るとね、ギター弾いてる姿が写真に写るとその指輪も一緒に写るんですけど、それがねかっこよくて、うん、あ、いいなとは思ってたんですけど、あ、でもこれはあんま指輪とかいらないかなと思ってたんですけど、ついにね買ってしまいました。はい。でも最近つけてましたっけっていう声が聞こえると思うんですけど、そうなんです、つけてないんですね。というのもまだこれ届いてないんですよ、来年の1月になりますって言われて、半年かと思ったんですけど、まあ待ちますよってことで、1月のね音お菓子の写真とかでは僕がもうこれ見よがしに写真、指輪をこう見せる写真が写ると思いますので、楽しみ、僕が楽しみですけどね、楽しみにしておいてください。きっとあの町
お送りした曲はランプで部屋に一人でした。すごく素敵なね、曲でございますが、ランプ本当ね、なんか海外のアーティストさんに日本のアーティストで好きな人いますって聞くとね、必ずこのアーティスト名が出ますぐらい大人気なんですね。はい、やっぱでも本当確かにもう最初の一音でね、あ、日本って感じするし、日本特有の音作りだったりとか声とかが鳴ってるなって思います。うん、素晴らしいですね。はい、というわけでね、こんな感じで毎月最終週はですね、ファッションの話をお届けしていこうかなと思います。ちょっと実はですね、ランプの曲をかけながらね、後ろでスタッフの皆さんと話したんですけどね、僕はアクセサリーとかサングラスをよくなくすみたいな話をしていたんですけどね、この話オーディでしますんでね、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんからのファッションのお悩みも受け付けております。どんどん送ってきてください。 Panasonic Presents 音おかし。汚れがよく落ちるかなと思って洗濯機に洗剤を入れすぎてしまいます。洗剤は多く入れすぎると洗剤残りや匂いの原因に。パナソニックの洗濯機洗剤柔軟剤自動投入なら洗濯物の量に合わせて最適な量を測って自動で投入。もったいない入れすぎを防げます。今こそ無駄遣いのないサステナブルな選択を。 Panasonic。 アレキサンドロスカー赤身ホエがお送りしてきた Panasonic Presents 音おかし、そろそろお別れのお時間です。番組ではメッセージリクエストをお待ちしています。採用された方には特製ステッカーをプレゼントします。さあ、恒例のおかしクイズ参りましょう。こちらですかね。はい、まあこの前ね、鹿児島でフェスがありましたんで、鹿児島といえばなのかな、これはなんだかんだ初めて食べるのかな。そんなことないか、さすがに食べてると思うんですけど、いただきます。うん、美味しいですね。はい、もうどんな味だったりとかどんな見た目とかも言いません。もう鹿児島行ってきました。で、カッコなんとかって書いてるんですよ。で、ちょっとホームページ見たりしたんですけど、他にカッコ何かとかあるのかなっていう謎もありつつですけど、とりあえず私が食べたのは多分一番なんかスタンダードなやつだとは思いますので、当てていただければと思います。こちらの正解はですね、毎週金曜日にオーディオプラットフォームオーディにて配信しているスピンオフで発表します。次回は11月の3日金曜日21時、それまでに回答を送ってきてください。当たった方には抽選で番組ステークをプレゼントさせていただきます。またそちらのスピンオフではあなたの選択と題して皆さんからのお悩み相談なども受け付けております。本日のプレイリストは何曲かプラスして番組の Spotify アカウントにアップします。さらにウェブ上にて音おかしルームという私やリスナーの皆さん同士が語り合える場も開設されております。すべては番組サイトから www.tfm.jp/おかし。というわけでね、これ流れてるのはデスインベガス、デスインベガスですね、スコーピオンライジングということでね、まあこうなんかこう割とこうデジタルロック、エレクトロ系の人がバンドロックバンドのボーカルをフィーチャリングする的なね、曲が90年代の後半ぐらいに割と流行りましたけどね、このリアム・ギャラガーのこのバージョンめちゃめちゃ流行りましたね、かっこよかったです。
そんなね曲の特集もねいつかしたいなと思いますけど、はい。それでは皆さんおかしな週末を過ごしてください。ここまでの相手はアレキサンドロス川上洋平でした。 Have a great one. If I don't go crazy I'll lose my mind. I saw a life before me but now I'm blind. I wanna go to heaven, never been there before. I wanna go to heaven so you kill me some more. This program is brought to you by Panasonic. Flying high upon the gallows, too messed up to step out of the shadows. Drugged up high.